こんにちは。今日は僕たちが TC について紹介したいと思います。僕は進学科2年生相島新太です。私はキリスト教福祉学専攻2年生の千原冬美です。まず最初にチャペルを紹介します。このチャペルはキャンパスの神秘的存在で、火曜日から金曜日まで毎日礼拝をしています。中に入ると大きなパイプオルガンが目に入ります。これはフランス人のマイク・ガルニエ氏が作ったパイプオルガンです。エントランスにはステンドグラスがあり、イエス様の生涯を表したものと、ギリシャ語で全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと書かれているものがあります。こちらは学生が授業を受ける教研棟です。教室のほか、情報リテラシーの授業やレポート作成に利用できるコンピュータールーム、学生生活のさまざまな悩みを相談できる学生相談室、進路の相談やサポートをしてくれるキャリア支援室があります。キリスト教福祉学専攻の授業と実習を行う公共福祉棟です。入浴実習室、介護実習室、家政実習室を完備していて、実践的に学ぶことができます。続いて図書館です。図書館には現在7万冊の蔵書があります。国内外のキリスト教書籍の充実度は群を抜いています。他にも福祉関係をはじめとした一般書籍も揃っています。2008年に新しくできた国際宣教センター、略して FCC です。小さなチャペル、セミナー室、そして茶室があります。世界宣教の会議、新学校のチャペル、オープンキャンパスなどに使われています。こちらが男子寮です。まず寮に帰ったら玄関の札を裏返します。これで寮にいるのか、外に出ているのかがわかります。掲示板とメールボックスのチェックも忘れません。部屋は2人1部屋です。ちょっと狭いですが、一緒に祈ったり、勉強を助け合ったりできて、とても良い環境です。こちらは子音寮です。子音寮は4つの個室と1つの共有スペースがあるユニット型です。主に上級生が入ることができます。他にも家族を持った学生のために家族寮もあります。家族の人数に合わせて3種類の部屋のタイプから選ぶことができます。ここはキャンパスの憩いの場所、バルナバホール。週に一度、先生の奥様方有志による喫茶店がオープンします。木のぬくもりを感じながら友達や先生と話す時間はほっと一息つくことができます。またオープンキャンパスでも使用します。